9時30分と言って、今日は何日？7月7月25日月曜日、9時半、昨日埼玉県上尾市で積んだ荷物を横浜旭区で今卸し終わりました。昨夜、6時半から積んで、夕方6時半から積んで7時ごろ積みを終わって、会社を戻って9時かな、それで車庫で、車庫でバックしてて、後ろに止まってたトラックのミラーにぶつけてしまいました。情けないです。いやー、ショック。車両の、まあ多分ミラーステがちょっと曲がってると思うので交換になるかもしれません。メッキのステ買うと5万ぐらいするんですかね。まあ自分が、まあ、業務上のなので、自分が弁償しなくちゃいけないということではないんだけど、まあ毎月の給料で無事故手当と愛車手当、これは引かれますね。3万ぐらい引かれますね、無事故手当と愛車手当。ああ、間違った。喋ってたら間違っちゃった。2万ぐらいまでは自腹でやりますね。で、無事故手当と愛車手当で3万引かれるよりはそっちの方が負担が少なくて済むから、まあそういうのは皆さんのところではどうなってますかね。どうですか。まあ、ミラーが割れなかったのでそれは良かったですけどね。あとは一旦車庫に戻って、午後1横浜市都筑区で神戸行きを積みます。10時15分、なんかもう積めるらしいので直接行きます。もう積んでさっさと神戸行っちゃいます。大吾ですね、大吾を目指して、大吾でシャワーと飯と休息。20日ぶりの長距離かな。はい、横浜都筑区積み缶です。11時です。荷物は3パレットと1個、
重さは3パレット合わせて150キロぐらい。めちゃくちゃ軽い。町田インターから乗ります。中井です。休憩、眠い、フラフラ。昼飯食べて寝よう。午後1時40分、90分休んだ。出発しよう。鈴鹿パーキングエリアです、2時間ちょっとかな。19時50分、7時50分大郷パーキングエリアです。目的地まで22キロ。まあ1時間はかかんないと思いますけど、
時間は10時ぐらいでいいですよと言われましたが、ああ伝票が10時着になってるね。まあ今日8時に出発してるから明日も8時に出発します。確かシャワーは24時間になったと思いますので、多分今混んでるから後で行こうかなと思います。まずなんか食べてこようかな。お腹空いたし、まあコンビニもあるし、まああんまりお金ないんで、こう3日間で3日間で4000円しかないんですけど、まあ1日1500円、1食500円ぐらい、そんな感じで行こうかなと思っております。じゃあちょっと行ってきます。11時です。シャワーガラガラでした。遅く行った方がいいね。昨日はお茶漬けこぼしたり、キュウリの汁をこぼしたり、最後はミラーまでぶつけちゃって失敗ばっかり、まあ、そういう時もあると思いますが、まあ、やっぱ精神的な緊張感がちょっと足りなかったかもしれないですね。まあ、そう思って完成するしかないです。明日は事故のないように、怪我のないように、明日も気をつけたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございます。どうぞまたよろしくお願いいたします。チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。